Hazard 6。はい、こんにちは、ブルーホースです。いそいそとね、ちょっと待機中ってこと、前回パートのね、ちょっと続きからねやっていくような形になりますんで、ね、ちょっと禁止と書かれているところに今から入っていこうというふうに思います。ということで、早速ね、人生相談ね乗っていこうと思います。ロジャーディア、はい、大人になってからこれは買ってよかったなと思うものは何ですか。給料稼げるようになった時の参考にしたいです。あ、これから社会人になられる方ってことですかね。そうですね、一人暮らしならっていうことで、まあ、僕社会人のスタートが一人暮らしだったんですけど、社会人になってからということであれば、あれですね、ベッドは良かった。ニトリで買ったベッドなんですけど、セミダブルなんで、まあ、1.5 人分くらいの横幅のベッドなんですけど、すごく良かったですよ。何かっていうと、下に、その普通のベッドなんですけど、下に収納スペース、服をしまうような大きいスペースが2つと、でそれから、まあ、なんか小物を入れるようなスペースが2つっていうのがあったんで、まあ、それがあったおかげで、別になんか一応大きいものを入れるためのカラーボックスみたいなものとかは用意したんですけど、まあ、それで大体服の収納とかは済んだので、それはすごく良かったかなと思いますね。まあ、9畳1間の部屋だったんですけど、まあ、それでもそんなに部屋を圧迫することもなく、うん、まあ、暇があればそこでポイポイしてたっていう感じですね。だからそれはすごく良かったかなと思いますね。うん、であと買ったというよりはもらったんですけど、まあ、なので、まあ、よかったら買ってねっていうのは、やっぱバリスタですね。ネスカフェのバリスタ、個人的にすごくコーヒーが好きなんで、コーヒー豆をね、700いくらだったかな。で、50杯分くらいのコーヒーが飲めるんですけど、だいたい僕いつもマークアップ、だいたい70杯分くらいなんですけど、マークアップの大きさで出すのから50杯分くらいしかなっちゃうんですけど、まあ、バリスタですね。まあ、買っても多分1万円くらいかな。なんで、まあ、そのくらいで買えるんだったらコーヒーね、やっぱり、1万円で買って、で700円で50杯のコーヒー飲めるってなったら、スタバで飲んだらね、やっぱ400円くらいコーヒーかかっちゃいますから、400×50 でシンプルにね、2万円ってことを考えたら、50杯700円、まあ1万円の初期費用かけても1万500円なんで、コスパ非常にいいんじゃないかなと思いますね。まあ当然味違ったりはしますけど、ネスカフェのコーヒー普通に美味しいですからね。なんかすげえカクカクしますね、ごめんなさいね。なんか、うん、まあちょっとスペック的な問題もあるんですけど、まあ、そこは無視してください。バリスタですね。だから、僕の奥さんのお姉さんの夫婦にも引っ越し祝いの時にバリスタあげたら、まあ、すごくコーヒー美味しいと、特にホットがたまらんっていう風にね、喜んでもらったりとかもしたんで、バリスタはおすすめしますね。まあ、今特に新しいのとか、それからそのコーヒーだけじゃなくって、なんかティーとか、なんかカフェオレとか作れたり、カフェラテを作れたりとかって、なんかいろんなねパターンもあったりするみたいなんで、うん、そういう意味でいくと、バリスタすごくおすすめですね。もうコスパめちゃくちゃいいし、美味しいコーヒー、入れたてのコーヒー飲めるしって。ただね、これ個人の好みなんですけど、僕ちょっとここだけ気に入らないなと思うのが、やっぱ人間その飲めるその温かさっていうのがあるんですよね。なんですけど、バリスタってその一応お湯は出るんですよ。お湯は出るんですけど、その調整されてて、最初70度くらいで出てくるんで、若干ぬるいんですよね、僕にとっては。だから、いつも最近は電子レンジでチンをしてから、熱々にして飲むっていうようなことをしてるんですけど、だからそこがちょっとね、70度に設定されてるっていうのがなんか微妙なところかなっていうふうに思いますけど、まあまあ、そんなこともありつつね。だからバリスタ、ベッド、あとは何がいいかな。あ、大人になって買った。あとこれは自分で買ったというか、もらったもの、もらったというか、もう買ったんですけど、費用は結婚のお祝いでもらった分から出したから、まあ、実質自分たちは負担ゼロなんですけど、冷蔵庫、うん、冷蔵庫はやっぱり長く使っていくに当たる当然のものなんですけど、そうなった時に僕が買ってよかったなって思うのは、その今の冷蔵庫って別にその2つ空き扉と か、 なんか氷を作るところとかっていうのは当たり前なんですけど、タッチ式で開く冷蔵庫買ったんですよ。東芝だったかな。冷蔵庫って普通なんか引き戸かなんかでバッてこう自分で開けなきゃいけないんですか。でメインのところをタッチするだけでボコーンって扉が開けられるんですよね。だから両手に荷物抱えてる時とか、娘をね抱っこしてる時なんかにはそこをポンとタッチするだけでボコーンって開けるんで、
飲み物取り出したりとか物しまったりとかっていうのが簡単にできるから、まあ、冷蔵庫もそういう意味ではすごくいいなと思いましたね。で最近の冷蔵庫ってあのモーターもすごく静かなんでね、僕一人暮らしする時の冷蔵庫もらいもんだったんですけどめちゃめちゃうるさかったんですよ。なんか10分おきにみたいな音が聞こえてくるんでうるせえと思いながらね、全然寝れねえじゃねえかって、ね、冷蔵庫と寝室が同じ部屋だったんで一間でしたからっていうのもあったんで、うん、だからそういう意味では冷蔵庫も買った方がいいですね。なんか10年前くらいの型のものになってきてしまうとやっぱモーター音がだんだん古く劣化してうるさくなってきてしまうっていうのと、あともう一個が何だったっけ、あ、そうそう、ワット数とかそういうのが合わなくなってくるのか、消費電力がめちゃめちゃ食うらしいんですよね。だから早めに、まあ、10年くらいで変えた方が長い目で見た時に電気代も安くなると、まあ、電気代と10年間の電気代と冷蔵庫の購入費をどっちの方が安いのっていうのがあるんですけどね。だから大人になって買ってよかったなと思うのは冷蔵庫、まあ、冷蔵庫はね、もう暮らすのにいるか、で、まあ、ベッド、収納スペースのためのベッド、それからコーヒーのコスパがいい感じだっていうところかな、そんなところじゃないですかね、うん、まあ、家具はね、家具とか家電製品はある程度金かけた方がいいですよ。長い目で見た時に、だってテーブルなんかは壊さない限り一生使えるじゃないですか。冷蔵庫とかも家電製品はまあいずれ壊れるものではあるんで、多少安いものだったとしても、まあ、それでもやっぱりある程度耐久力がいいものがいいかなと思います。だって仮に5年で潰れる5万円のものと10年持つ、まあ、8万円のものだったら8万円のものを買った方がコスパいいわけじゃないですか、うん、だからそういう意味では多少その瞬間はちょっとお金が痛いかったとしても痛かったとしてもコスパいいものを、ね、買った方がいいと思いますね。耐久性がいいものと、まあ、やっぱ質がいいものを、ね、買った方がいいと思いますので、そんな風に基準で選んでもらえたらいいかなというふうに思います。はい、失礼ちょっとね、去年の、ね、10月11月くらいからちょっと喉を言わしてからね、なかなか戻らないっていうのがちょっと今なかなか苦戦しているところなんですよね。はい、まあ、そんなことも言いつつ、じゃあ次の質問にやっていきましょう。次はですね、こちらですね、はい、普段からやりたいことを見つけるためにはいろいろとチャレンジをした方がいいという話をしていますが、やる気がなかったのにやってみたらハマった、やったことはなかったけどやってみたら面白かったみたいな経験はありますか？ありますね。一番代表的な例がバスケですね、うん、僕全然バスケ興味なかったというかやったこともなかったんですよ。でそれまでずっと小学校4年生からバスケ始めたんですけど、小学校4年生の時に、まあ、それまではずっと小学校1年生2年生3年生って友達とサッカーを休み時間にやってゴールキーパーをやるみたいなことをずっと言ってたんですよ。まあ残念ながら足で捌くスポーツが苦手だったんで、でもキーパーだったらボール受け止める、なんかこれ得意だったですね、うん、でキーパーやってたんで、そのサッカーを、まあ、小学校4年生から課外活動、まあ、クラブみたいな感じでできるチャンスっていうのがあったんで、それをやってみようかなっていうふうに思ってたんですが、なんかね、友達、まあ、その当時一番仲良かった僕をバイオハザード大好きオタク、まあ、オタクじゃない、バイオハザード大好きっ子に仕立て上げて来やがった、当時は死に、今は音沙汰ないから全然生きてるのかどうか死んでるのかどうかも分かんない友達がいるんですけど、うん、そいつがね、なんかなんでバスケそいつを始めたのかっていうのは僕それ知らないんですけど、なんかね、バスケ始めるやろうかなと思ってるっていうことだったんで、ちょっと俺しかいないと、学年で俺しかバスケするやつがいないからちょっと寂しいから一緒に入ってくれへんみたいな感じで誘われたんで、あ、まあいいよ、じゃあ1年だけ付き合ってあげるわみたいな感じでやったら僕の方がハマったと。そいつはまあ小中との一緒だったんで、小学生と中学生同じチームメイトとしてね、やってたんですけど、まあ、最初は見よう見まねで、そいつがバスケすごく上手だったんですけど、最終的にはね、小5、小6で逆転して僕の方が上手になっちゃったっていうのもあるんですけど、うん。まあ、そんな、なんか、プチ自慢みたいなどうでもよくって、まあ、そいつ結局ね、なんか高校に入って、高校1年生か2年生かでバスケやめちゃったんですよね。で、結局僕の方がハマって、小中高ずっとキャプテンでバスケやってきて、で、あとコーチも大学でやったりとかして、で大人になってからね NBA を生で見に行ったりとかみたいなそんなふうにいうふうにねハマっちゃったっていうのがあるんでね、まあこれはね完全に全然やる気がなかったのでやってみたらハマったみたいな感じですね。1年だけ最初付き合いでやってあげるわみたいな
I guess the muscle memory saved me there. 感覚だったにもかかわらず、なんかやってみたら腹が立ってるんですよね。まあ、そんなところかな。あとはね、映画とかね、結構最初その嫁さんの付き合いで見てみた映画が意外と面白かった。で僕の方がハマってエンディングテーマ見たりとかメイキング見たりとかっていうようなこともありますね。一番記憶にあるのは鎌倉物語。坂井雅人さんと高畑充希、もともと坂井雅人さんが半沢直樹とかリーガルハイ、特にリーガルハイで見てすごい好きになってた俳優さんだったんで、まあ、嫁がね、年末年始、どっちか年始かな、なんかどっかのタイミングの年始で見に、なんかお父さんかお母さんが見て面白かったから私も見たいって言ったんで、あ、じゃあいいよ見に行こうって言って、全然何の話かもしれなくて、もともと漫画から来てた話だっていうのも知らないで、まあ、見に行ってみたらすごい面白くて、で高畑充希さん の, 奥さん役っていうのが、あ、こんな嫁さんいたらいいな、でもなって思いながら、あ、ここから先はね、いろいろと明言すると大変なことになりますんで、言わないですけど、うん、まあそんな話もしつつですね、まあハマりましたね。残念ながら今あるのかな、もう最近調べてみたらわからないんですけど、鎌倉物語のその宇多田ヒカルさんが主題歌歌ってるんですけど、その宇多田ヒカルさんの曲なんかもみたいな、だからそれ残念ながら1番しかなかったのかな、今ショートムービー版しかなかったんで、まあそこを何回もリピートして聞いたりとかね、撮影の裏側のメイキング映像見たりとかみたいなことはしたりしてました。めちゃめちゃハマったなあれはね、うん、あと、まあ、前情報なしで見てハマったっていうもので言ったら、まあもうみんな大好き、アナと雪の女王、ね、アナと雪の女王も当時大学生だったんですけど、嫁さんがなんかディズニーの最新作があるから一緒に見たいっていうことで、その時が初めて一緒に見た映画だったのかな、映画館で見た映画だったんですけど、あれもハマりましたね。もう英語版のザ・コーネバブザ・ミエニウェイっていうのね、なんだっけ、フローズンじゃなくて、あ、レッド・イット・ゴー、レッド・イット・ゴー、めちゃめちゃハマりましたね。めっちゃ打たれてるけど大丈夫かな、どっから打たれてるんだろう、うん、レッド・イット・ゴーとかね、めっちゃハマりましたね、うん、ずっと歌ってた。日本語の歌詞もね、松たか子さんが素晴らしいのはもう間違いないですよ。なんか松たか子さんが歌ってるのを聞いて、最初のなんかちょっとおどおどした感じから最終的に解放されていくっていう、その声の抑揚のつけ方とかも神かっていうくらいね、すごい感動してたんですけど、なんか日本語の歌詞が微妙だなと思ってしまって、あんまりハマらなかったっていうのはありましたね、うん、ちょっと待ってね、うわ、うん、ごめんなさい、ちょっと黙っちゃいましたね。はい、じゃあ次の質問ね、いきたいと思います。と次はですね、何か刺激になるようなインスピレーションを得られるようなおすすめの小説を教えてください。小説か、過激なのがいいですか。刺激というよりは過激なんですけど、個人的にこれ浪人の時に読んだのかな、隣の家の少女っていう、これ確かスティーブン・キングが関わってたんじゃなかったかな、サイコホラーとかそういうのが好きな映画監督の方がいるんですけど、スティーブン・キングっていうね人がいるんですけど、それの本は過激ですけど、インスピレーション得られるかというと微妙ですけど、刺激っちゃ刺激ですね。主人公の男の子がいて、で隣に住んでいる、赤髪の可愛い女の子がいるんですけど、その子がね、その子はその家の子というよりはその家の人の親戚かなんかの立ち位置だったんですよね。でそこに、意地悪なおばちゃんとその息子たちがいて、もうここから先は言わずもがなギャフンギャフンっていうような目に遭っていくっていうような話なんですけど、それを何だろう、ちょっと待って、今すごい記憶を掘り起こして、
あ、そうそうそう。あ、思い出しました。本人、赤髪のその隣の少女なんで本人じゃなくって、あれなんですわ。その隣に住んでいる男の子の目線で書かれていくっていうような話なんですね。まあ、ただ、やっぱアメリカの話なんで、まあ、表現、なんか、細かな表現とかは、まあ、ね、エグさとかね、全然日本人でも楽しめるんですけど、生活感が若干アメリカナイズされてるところ、まあ、アメリカナイズとかもアメリカなんで、アメリカの話ですから、なんだかな、うん、若干、なんか、ホームパーティーとかね、なんか、近所で、なんか観覧車、なんかパーティーじゃないけど、なんか観覧車が回ってるとか、なんかそんな表現とかもあったんで、普通のなんか遊園地じゃないところで観覧車乗れるのみたいな、そんなこともあったりはしたんですけど、まあまあまあ、そんなね、ちょっと面白い、日本では味わえないような日常を描いた、そんな作品だったりはしますんで、まあ、ちょっと過激なものを読んでみたいということだったら、隣の家の少女っていう本をぜひ読んでみるのがおすすめですね。であと、まあ、刺激というか、まあ、インスピレーションっていう意味では、僕はね、もう圧倒的におすすめしているというか、個人的に好きだから言っちゃうっていうものでいくと、あれです。セミシグレ、ですね。これはね、男として生きる、それからまあ男性として生きる、男っていうのはそのなんか、なんて言ったらいいんだろうな、その目標を駆り立てるとか、なんかそんな感じですけど、男性っていうのはその異性、女性がいての男性っていう意味で、とか、まあ、あとは人の親として生きるとかね、子供として生きるとかみたいな、ところですね。ちょっとここ修羅場になるんで、ここの修羅場クリアしたら、コンパートね、終了するしかないなと思いますね。うん。そうそうそう。っていうところですね。だから文四郎っていう、まあ、主人公が出てくるんですけど、でそのおふくっていう、まあ、いいなづけじゃないか、まあ、幼なじみみたいな女の子が出てくるんですけど、まあ、その、ね、文四郎とおふくを中心にいろいろと人生錯綜していくっていう、そんな物語ですね。うん、だから僕まあもうここ数年読むことはできてないんですけど、大学生、浪人の時に初めて読んで、大学生になってからはもう毎年なんか四半期に1回くらい読んでた物語ですね。まあでもいろんなこうシーンとか物語とかっていうのが鮮明に浮かんだりはするんですけどね。うん、特に毎回何回読んでも最後のエピローグのところですね、まあ、終わりにみたいなところですね、っていうのはもう毎回涙流して読んでますねっていうくらい、ただね、400ページくらいあるんですよ。430ページくらいかな、あるんで結構ボリュームは多いんですよね。ただまあ非常に読みやすい文章ではあるんで、なんか気づいたら終わってるみたいなことはあると思います。そういう本読むのが好きな人にとってはね、うんうん、そんな全然時代小説なんですけど、江戸時代を描いたね、話ではあるんですけど、まあ、架空のね、東北の方にある地域の藩を描いた話ではあるんですけど、まあまあ、全然なんか当時の言葉じゃないとわからないっていうようなことも一切ないんで、非常に読みやすい本かなと思います。藤沢周平さんという方がね、書いた本ではあるんですが、うん、というところかな。うん、なんか終わりを見るとなんかね、僕もねちょっとねすごい思うことがあるんですよ。もうこれをね公言してしまうといろいろなものを僕は失うことになるかもしれないんで、ちょっと言えないんですけど、自分の胸の内にね留めておこうかなっていうことはあったりはするんですけど、うん、まあそんなところかな。これいつまで続くのかな。そろそろ終わりそうな気もするけどね。これね、あ、終わった。あ、これね、ノンホープでやってるんだよ。これなんか、ね、十何回も死んだんだよね。弟とやった時とかね。意外に結構修羅場なんですよ。ノンホープ何が辛いって、スキルが使えないのが辛いですからね。まあそんなところですね。だから、改めて繰り返し、お伝えをすると、まあ、過激な本が読みたかったら、スティーブン・キングの隣の家の少女。スティーブン・キングじゃなかったかな、うん、隣の家の少女で調べたら、女の子ポツンと立った表紙の小説が出てくると思いますんで、まあ、それぜひね見ていただけたらいいかなと思います。でそれから、まあ、刺激というか、まあ、インスピレーションを受けてみたいということであれば、なんだっけ、あ、セミシグレ、藤沢周平のセミシグレをぜひ読んでみていただけたらなというふうに思いますね。はい、そんなところですね。ということで、もう終わりかな。アイテムだけ回収をして、もう建物の中に入ったら本パート終了したいと思います。はい。
いや、なんとかね、一発でね、クリアすることができた。今のところまだ死んでないよね。うん。クリス編がなんとなく個人的にはね、難しいんですよね。その体力的な意味でね。うん。なんか、めんどくさいって意味だと、間違いなくジェイク編だったりするんですよ。で、個人的に一番やってて楽しいのはやっぱゾンビが出てくるレオン編っていうところなんでね。はい。ということでね、区切りがいいところになってきた、しましたんで、まあ、お依頼方をね、救いなさいっていう命令が下されたんで、次回パート救いながら人生相談も持って、皆さんを救いたいというふうに思います。ということで、本日も最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。